設定を確認、変更するには画面右下にある時計が表示されている部分をタップします。通知パネルが表示されます。通知パネルの中央にあるアイコンで様々な設定を変更、確認できます。飛行機のアイコンをタップすることで機内モードのオン・オフができます。オンにした場合、Wi-Fi などの通信環境は遮断されます。太陽の形をしたアイコンは画面の明るさを調節します。タップをするたび順に明るさが変更できます。扇形のアイコンは Wi-Fi 機能の表示です。タップすることで Wi-Fi 接続のオン・オフを切り替えます。アルファベットの B に似た形のアイコンは Bluetooth 機能です。タップすることでオン・オフを切り替えます。地図の灯台マークに似たアイコンは GPS 機能です。タップすることでオン・オフを切り替えます。メールや吹き出しのマークを組み合わせたアイコンはメール着信などのメッセージを画面の右下に知らせる通知機能です。タップすることで表示・非表示を設定できます。タブレットが回転しているイメージのアイコンは自動回転の表示です。タップすることでタブレットの向きを縦などに変えた際、自動的に画面の向きを変える機能のオン・オフを切り替えます。これら一般的な設定に加えて、さらに詳細な設定を行いたい場合には通知パネルの歯車に似たアイコンをタップしてください。この設定画面ではマナーモードや操作音などのオン・オフ、また個々のアプリの管理などより細かい設定を行うことができます。